はい、皆さんこんにちは、こんばんは。靴磨きファイン社員でございます。今回の動画はですね、こちらのレイマーの革靴なんですけれども、こちらのですねスキンステッチが特徴的な U チップのレイマーの革靴なんですけれども、先日ですねこちらの部分に間違ってアセトンをですねこぼしてしまって、こんな感じでですね見事に脱色してしまったんですけれども、今回はですねこの色が抜けてしまった部分にこちらのですね、スピランですね、焦げ茶と普通の茶色のスピランを混ぜて染色をしてですね、色が抜けてしまった部分を復活させるようにしていきたいというふうに思います。まあアセトンでこんだけですね色が抜けたっていうのは今回初めての経験なので、正直どういうふうな感じで仕上がるかっていうのはちょっと自分でも予想がつかないんですけれども、早速ですね実験的な意味合いも含めて始めていきたいと思います。はい、ということですね、それでは早速やっていくんですけれども、その前にですねまずは、靴紐を外して、こちらの表面のですねあの古い、クリームとか汚れっていうのを、取っていきたいと思います。はい、それではですね次に、こちらのシューツリーをですね入れていきます。で、こちらのシューツリーを入れた後にこちらのですねツーフェイスローション、ツーフェイスプラスローションを、塗布して、前に塗った古いクリームや、汚れっていうのを除去していきます。はい、ということですね、ここからはですねちょっといつもと違うカメラのアングルで、やっていきたいと思います。で今回はですねこちらの、さっき、スピランを混ぜたものがあるんですけども、こちらをですね綿棒で、混ぜて、でこの革靴とまあ同じような感じの色合いに調整しておきます。で、綿棒に染み込ませたら、こちらの脱色されてしまっている部分に塗っていくんですけれども、ちょっと試しに下の方からやってみましょうかね。あ、こんな感じで染まっていく感じですかね。こんな感じでですねちょっと地道に染めていきたいと思いますけれども、で、一旦ですねこの状態にまでなったら、乾かして、2回目3回目、塗っていきたいというふうに思います。はい、ということですねある程度乾いてきましたので、ここからですねこちらの、ネル生地を使って、ここのネル生地にですねスピランを少しつけて、まあ、こんな感じ少しずつこうなじませていくような感じでやりたいというふうに思います。はい、こんな感じで、終わりたいと思います。はい、それではですね次に、こちらのですね、
サフィールノワールのレノベーターっていうクリームを、塗布していきたいと思います。で、今回なんでこのクリームを選んだかっていう と、裏面を見てみるとですね、こちらの方に、主成分の方に、ミツロウとミンクオイルとラノリンって書いてあるんですけども、通常の他の乳化成クリームと比べてですね、結構こう水分量とか油分がですね、結構他の乳化成クリームよりいっぱい入ってるかなっていう風な印象があったので、今回はですね、こちらのサフィールノワールのレノベータークリームっていうのを、使っていきたいという風に思います。それではですね、早速、こちらの、クリームをですね、指に取りまして、で、こちらですね、スピラを塗った箇所に、こんな感じですね、なじませていきます。で、最終的にこちらのレノベータークリームは革靴全体に塗布していくんですけれども、今この瞬間はですね、このスピラを塗布した箇所だけにですね、塗布して、いきたいと思います。はい、それでですね、こちらのクリームの塗布が完了してましたので、いつも通りですね、5分から10分ぐらい放置させて、乾燥させたいと思います。はい、それではですね、さっきから10分ぐらい経過しましたので、ここからですね、さっき、塗布したレノベータークリームを、こちらのブタ毛ブラシでですね、伸ばしていきたいと思います。で、こちらのですね、レノベータークリームを塗布すると、皮にですね、水分と油分が、補給されるんで、より目立たなくですね、させることができるようになると思いますので、今回それでやってみました。で、最後にですね、こちらの、布で皮に染み込まなかったクリームを、取り除いていきます。はい、ということですね、すべての工程が完了しました。一応こんな感じでですね、かなり目立たなく、できたかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。ほとんどもうなんか他の部分と同化してですね、あまりまあ、分かりづらくなったかなと思いますけども、よーく見るとですね、こんな感じでうっすら、染色した部分がですね、分かるかと思いますけれども、こう遠目から見るとあんまりこう、そもそもこの皮が結構まだら模様の皮なので、他の部分と結構同化して、くれてるかなというふうな感じのイメージでございます。ということですね、結果的にはですね、こんな感じの出来栄えになりました。こう見るとですね、結構近くで見ると、結構分かってしまうかなと思うんですが、結構こんな感じでですね、遠目で見るとそんなに目立つ感じにはならないかなと思いますが、いかがでしょうか。そもそもそうですね、こんな感じでまだら模様の皮になってるんで、目立ちづらいというのはありますけど、でもやっぱりこうじーっと見るとですね、ちょっと分かっちゃうような感じになるんですけれども、でちなみにこれ明かりつけてる状態でこれなんですけれども、明かりを消すとですね、こんな感じの状態になってくれるんで、もうほとんどですね、多分明かりを消すとですね、分かんない感じになってくれるかなと思います。いかがでしょうか。はい、ということですね、今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回はですね、こちらのレイマーの、U チップの革靴なんですけれども、
アセトンを間違えてこちらの方にこぼしてしまって脱色してしまった部分の染色方法についてご紹介をしました。まあ、今回ちょっと初めてですね、アセトンで脱色してしまった部分をスピランで染めてみたんですけれども、意外にですね、うまくいきまして、まあ、すごい良かったなというふうに思います。まあ、皆さんはですね、おそらくアセトンで間違えて革靴に垂らしてしまうということは多分ないとは思うんですけれども、まあ、同じようにですね、間違えて脱色してしまったとか不意なミスで革の色が抜けてしまったっていうことがあればですね、まあ、ぜひ今回のですね、やり方を参考に革靴の色補修っていうのをやってみていただければなというふうに思います。はい、ということですね、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画の内容がですね、少しでも参考になったなとかためになったなと思っていただいた方は、ぜひこちらの動画にいいねボタンを押していただいて、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録ボタンと横にあるベルマークも一緒に押しておいていただけるとありがたいです。それと何かこの動画にコメントしたい方とか物申したいっていう方は下のコメント欄からぜひ教えてください。それとインスタグラムとツイッターもやってますので、下の概要欄からどうぞご覧ください。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン。